3900円だから3900円若く何歳に見える28ぐらいいける23そんな若く見える 20代いける20代いけるのかヒゲ剃ったらもっと若く見えるヒゲ剃ったらやめろ路上喫煙じゃないの勘違いしたフェスなんかやってるのなんかイベントあるなんかあるイベント日曜日だけどつーか14日から無人島なのにみやびくんバンなんだけどどうするのなんかあつしと飲んでてあつしがゲボ吐いたんだって企画どうなるの何日から13か14からずっと楽しみにしてたのに死んでいってほしいつか23日に消しますみんな23日今月ねうなぎ取り企画やるんでうなぎ取ってさばいて食べる企画やるんで原田さんと原田さんの家の近くで女芸はしないようにしてるなるべくねしたいけどねあんま行ってこないな最近バーガーありがとうありがとうねこんなできてないよ男でもいいけど、アンチが湧いて捨てられるだけだから寄ってこない。早くバンじゃないですよ。なんでバンなの？どうせ火薬って。今日競馬かなんか来るのことネチネチ言ってたでしょどうせで、純ちゃんと戻ったんでしょ重大発表かなんかしてで何した知らないわ見てないから寝てたあ戻ってないんだだな。つか帽子取れないじゃん。ナイス押してよ。
もうナイス、もう 3位になっちゃってるし、で昨日休んだの、休んだ俺が悪いけど、ほんときつかったんよ、ゲボで。ずっとゲボ吐いて。森からナイス、あります。取らなくて、取りたい。今、美容院行ってきた。美容院。美容院行ってきた。モグゴリめちゃくちゃ飲んだからね、久しぶりに。でも面白かった。やっぱ酔っ払うと面白いわ。面白かった。でなんかモグゴリ給料振り込みになってたから分かんない、いくらか給料。今まで手渡しだったのに給料が分かんない。いつもらうかもわからん。パルのおかげもあるけど、一応シャンパンはね、俺宛に入ってるんで、しかも俺に入ったシャンパンって3万6000円するんだよ。だからカフェドパリの3個分とかすごいよ、うん、電話の光る？でも事実じゃん。だって光るさ、1時間半でね、俺に売り上げ抜かれるってやばいでしょ。やらない方がいいでしょ。俺だったらもう恥ずかしくて、もう店閉めちゃうよ。1時間半で負けてるんだ俺で、1時間半で売り上げ負けたって言ったら、あの宣伝してなかったら、告知してなかったから負けたとか言って、ダサいやつだよ。ダサすぎ。久しぶりにつけるけど、なんかおかしいな。こっちに入ってるな。ダメだね。なんか影が入ってるな。なんで影入るんだろう。影入ってるよね。光のフォロワーなんかあったって意味ないでしょ。フォロワーなんて関係ないじゃん。なんでこれ入るんだろう。反射してる？どこ向けても入ってるな。あ、400ありがとう。ダメだな。せっかく買ったのに、なんで使えないんだろう。なんで使えないんだろう。光は感動を与えられたけど、何が感動するの光。
1時間半で俺に売り上げ残られ超えられるヒカルのねモグゴリ、何が感動するの？何も感動しないでしょ。ヒカルリストね、やめてね、粘着しに。ヒカルとキャンプするわけないじゃん。1時間半で俺に売り上げを超えられるようなヒカルと絡むメリットないでしょ。いらないよ、あの金ない金ないって。金ない金ない言うやつと絡みたくないよ俺。メリットないじゃん、うん、3倍目あのモグゴリで俺にね1時間半で売り上げ負けてるんだよ。ヒカルは10時から7時間やってで1時間半で俺に抜かれてるんだよ。やばいでしょ。俺だ1時間半で売り上げ抜かれたら俺配信やめちゃうわ。もう配信できない、恥ずかしくて。誰かにね1時間半で負けたらね。シャンパン入れてくれた人ありがとうね、本当。いやみんなのおかげだわ。みんなが入れてくれなかったらバカにされてたからね。感謝しなって、感謝してるから俺言ってるわ。あの後に3万いくらの高いシャンパン全部俺に入ってるし、あのゼロリスだからね普通に。でゼロリスもめちゃくちゃ会いに来てくれた。いくら？ざっと30万以上、30万以上は上がってるね。で、あの誰々とやったやってないってあれ酔っ払ってやってないのにやったって言ったんで、あのやってないからね。そうレレミもあとパンちゃんっていう子もやってないから、うん、適当に言っただけだから。パルがいなきゃ暴れてた？酔っ払って暴れなきゃ何すんだよ。あまり暴れる以外ねえだろうよ。俺が酔っ払って暴れなきゃ何のために酔うんだよ。酔っ払うために酔うんだろうよ、暴れるために。暴れてんだよ俺は酔っ払ったら。おとなしかった？でも結構酔ってた。今日も酔おうかな、酒でも飲み行くわ、一人ぼっちで。あのさっきのナンパしてもどっか行っちゃったし、一人でいいわ。マリオにビンタしちゃった、酔っ払って。マリオにビンタしてちゃんとやれっつって説教しちゃったと、トイレで。帽子買った、3900円、3900円ですね。みんなを叩いてた？覚えてないな。
なんでもいや、あんま覚えてないけど、なんか怒ってた。客引き行為は違反じゃない。直ちにやめなさい。こちらは新宿警察署である。ちょっと俺初めて見た、うん、嫌いになっちゃった。最近気をつけてるんだから、酔わないように、うん、あ、メガホンありがとう、ありがとうね、メガホン。マリオに謝っとくよ、マリオに。中マスターまた来ちゃいましたよ。誰か来ました？今日は今開けたばっかりだね。今開けたばっかり。レレミか。じゃあレレミ来たら謝っとくわ、ごめんね。レレミちゃんも2本ぐらい入れてくれたからね。金持ってるわ。ルーナちゃん、お酒行きますか？今日酒行こうかな、はい、今日って何日みんな？11か。みやびくんが月曜日にバン解除の可能性あるかな。11日か。まあいっか。トマト、はい、足立区帰ろうかな、どうしようかな。一泊泊まるか、どうしよう。とりあえずお茶で。うん、ウーロン茶。帽子に合ってる。ナイス500で帽子取ります。ゆきちゃん来てないよ。アレックスさんが200個メガホン投げてるからフォローしてあげてください。フォローしましたよ、はい、フォローしましたよ。つか大原と一緒にしないでくれない？普通に炎上してないだろ。ちょっと寄ったぐらいでうるせえんだよてめえらよ、ガタガタ。何を文句言っとんねん。ちょっと寄ったぐらいで。似たようなもんじゃねえだろ、アホ。文句言いすぎだろ。一緒にすんな。一緒だったらフワッチもキャスも A 場になってるわ、普通に。アホが。久しぶりに飲んだ。ミーコにもひどすぎた。五丁さんまでビンタしてた。まさか。それはないでしょ。美長さん、何？殴っビンタしてたの？五丁さんに。で大事なってないでしょ。こんな大事なってないでしょ。TJさんの枠何？あれ出た？なってないでしょ。あれぐらいならないよ。全員にうざがなみしてた。すいませんでした。ちょっとお酒控えます。すいません、気をつけます。
挽回しようぜ。あ、ダーチャンあります。